欢迎收看娱乐世界。最近这些小花旦是怎么了？个个都开始放飞自我，不再像之前忍气吞声蹲着女神的架子，而是耿直对对网友，把心里的那些不满一股脑的在微博上说了出来。3月24日，杨紫突然发微博对网友称：“你应该，你不该，好啊，那你告诉我，我怎样才能办法哦？”有些人就是喜欢站着说话不腰疼。不少人看得一头雾水，是谁惹杨紫了呢？粉丝们纷纷喊话安慰，不必理会别人的看法，小姐姐继续安心拍戏，加油！秦俊杰，你家杨紫生气了，赶紧出来灭火！就在今天凌晨，宋茜也发微博对对黑粉：爱我的人照样爱我，不爱我的人照样黑我，我改变不了你们，你们也别想改变我，我就是我。半夜饿了吃青团怎样？有胖有瘦，有美有丑，这就是人生。看来之前赵丽颖也对了黑粉，这次是终于知道没事找事是什么意思了。看来最近这些小花们过得并不是很顺心呢。私はそう一番の喜びを知りました。あなたが話してくれたこと、一日のこと、いろいろなこと、私はそう一番の悲しみも知りました。それはあなたの笑顔、あなたの涙、その優しさ、私の名を呼ぶ声、抱きしめる腕、そのぬくもり、忘れないよ、幸せだよ、生まれてよかった、本当よかった、あなたに出会った。
続けるあなたに出会えてよかった本当に本当によかった本当に本当によかった出会ってよかった桜桜会いたい